どうも。あんたの大ファンでね、ロティの亭主です。それじゃあ、元気で。じゃあ、ホテルでね。バイ。ジミー・ドゥーガン。ああ、どうも。あんたの大ファンでね、ロティの亭主です。それじゃあ、元気で。じゃあ、ホテルでね。バイ。背の高い赤毛はいとこのアイリンだね。父のハロルドは秘書と駆け落ちして行方をくらました。君の兄さんのデニスはホップキンス大学の教授で、奥さんの名前はベッチーとも全部は覚えられないよ。ミルトンおじさんは陶器で全財産を吸った。マルチ商法だっけ。脱税で服役したことは内緒だから知らんぷりすること。お母さんはバーバラで、お父さんはクリフ。僕の印象はどうかな。ダウン&ダーティーホールドするしないの。ワンペアで勝負しようって気か。大したもんだ。根性あるよな。フルハウス兄貴もカードだけはついてないな。でも女にはついてる。覚えてるかな、5年か6年の時、俺ポーカーの腕が急に上がってさ、みんなから昼飯代かさらってただろ。1時間後には諸君は飛び立ち、世界中の仲間と合流する。そして人類始まって以来最大の空中戦に臨むことになる。そう、人類。この言葉に今日新しい意味を持たせよう。これからは些細な違いなどにこだわっていてはいけない。我々は共通の目的で団結する。この日が7月4日だというのも不思議な巡り合わせだ。我々はもう一度独立のために戦おう。ヘンリー・グリーンだ。みんなにはハンクって呼ばれてる。ヤンキー・ハンクか。まあね、ハンク・ヤンキーでも何でもいいさ。何か希望あるかい。何かは余計だよ。これでもれっきとした弁護士だ。君のテープを聞かせてもらったよ。正直言って同情できない。バックパックに入ってたヘロインのことは何も知らないと言ってたが、それが嘘なら君らは強欲な大バカ者。もし本当ならただのバカ者だ。君のようなスパイじゃなきゃみんな本気にする。そらそっちのお箱だ。しかし車に乗ってすぐ俺と寝る気になるなんてどういうつもりなんだ。いくらなんでも初対面だ。早すぎないか。ローションの匂いが嫌なら先に言ってくれたらよかったのに。俺はサンタの助手の放射能を測って嬉しがってるだけの男さ。セレナ・ラッセルは現在破産状態にあります。あの新聞記事が出たせいで業界から追放された。その上彼女は飛行機に乗ることもレストランに行くこともままならない。世間は知っています。違う、思い込んでいる。あの女はモデルじゃない、ただのコールガールだと。これが正義なのか。違います。これこそが犯罪です。ジョセフ・コルソ、タイタン計画でお父さんと一緒だった。よし、はめてみろ。お父さんの遺伝子が暗号になってる。つまりお前の地図だ。お父さんがタイタン号を隠した場所のな。だからこの15年間お前を探し続けてきた。確かにその通り。だが今は逃げた方がいい。あの日はなんでだか具合が良かったもんで、っていうのは本当不思議なもんで。ああ、行方不明の捜索？何があったんです？なるほど、私の車で送りましょうか、病院まで。いや、だって付き添いたいでしょ、シモンズさんに。後でまたお話を聞くかもしれないんですが、電話してもいいですか。ああ、すぐだ。違う、もう病気じゃないが、完全に治ったわけでもない。まだもうちょっとかかる。春だな。冬はどうもダメだ。毎日が灰色で悲しすぎる。もうお前と私だけだ。お前と私だけ。だからさ、ほら、何事も本物を知るには比べるものがいる。いやいや、バカにしちゃいかんぞ。これは真実の言葉だ。パパも分かってる。パパたちみたいな親を持ったことがお前のストレスになってるとは思うの。お前は自分に少しプレッシャーをかけすぎてる。もう少し肩の力を抜いた方が楽に生きられるんじゃないかな。たまには羽目を外してみるのも決して悪いことじゃないぞ。ロバート、スーザンは君の訃報を聞いても全く信じなかった。あのロバートが死ぬわけがない。車爆弾なんかにやられないって言ってね。君が生きていて心からホッとした。スーザンは当然だって顔をしてたが、君が話題に出るたびスーザンは言ってたよ。もし CIA と完全に縁を切ることができて新しい人生を始められるとする、実行できる人物は一人だけ。奴らじゃない、奴らじゃない。世間に知らせなければ。パーゴー参謀本部と話す。こんなイカれた年寄りに付き合うことはない。私の介護のため好きだったパイロットも辞めた。ジェイクのそばにいろ。なら大統領のそばにいろ。奴らは戻ってくる。今回は誰も奴らを止められない。